ほらよ。今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前この噂が広まったことで、差し当たり手元にいくつか案件があるから、現状すでに立地の選定は終わったわ。その3つが名家不浄石、戦記革新、そして戦家呪符。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦記革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦家呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば、見つかるのも時間の問題よね。でも、兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたら、いいね。もちろん、どのような質問にも答え。先ほどの品々、その価値は計り知れないものになる。ついてるぞ。つい最近浮上のく俺たちも生きとしよう。さ、軍玉閣の再建か。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら。今日この私が知っていることであれば何でも。本当か？その秘密が分かれば、オイラたち、もう二度とモラに困らなくて済むだろう？もちろん、教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地は、かなり私は別件があるから、あなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら、私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そう滅多にない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行幸ってやっぱ忙しそうだな。とりあえず玉境内を離れてって。あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。あ、はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。
一致団結。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。親分、なんだか嫌な予感がします。それが何だってんだ。言ったはずだ。主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。瑠璃亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから、少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなと。まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。ん？はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに。まさかお前が通報したのか。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を。怖い顔しないでくれよ。神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから。法律？うむ、確か。そうなのか。ああ、我の腹の音だ。あっさりと。そういえば、そんなんじゃお腹が空くに決まっ。精神、瑠璃百合、瑠璃袋、それらを普段は食している薬剤。どうやらよく分かってないみたいだな。うん、お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。初めてリーユエコーに来たみたいだし、
それに常識もどういった薬をお求めでしょうか。ちょっとないだろ。精神仙人だったとしたら納得できるんだけど、それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬モラをたくさん持ってるんだろ。それは今後この地にとどまるかどうかは、世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえば、その美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って、我のことはともかく。そうだ、忘れるとここで時間を。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、まさか進化。確かに我もその件で来たのだが、だが主たちには世話になった分。うえ、でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。おう、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかはわからぬが、我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ。ダメだ。どう、そうなのか。オイラたちは先生堂々勝負して一番になるんだ。名家不上位し戦機革新。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったら、あ、白術。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いて、それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなり。ああ悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不上絵師について聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か文献に記録され。なるほど、白術ありがとう。どういたしまして。行幸さんが依頼した傷薬、軍玉閣の再建はそれ。様、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を。ここ最近紹介坊ちゃまを見かけたら。そういうことか、ありがとうございます。ゆくあき、お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン。あきょく、僕は客人と話すから君を。わかりました。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。ゆくあき、名家不上位氏について何か。なるほど、君たちも軍持って。実を言うと、これは他の者から。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り。5億もら。正直この不上の石を競り落とすことは。でも焦ることはない。ん、誰。
鳴海聖火神君はかつて、そう、関雲録に記述された内容に鳴海聖火神君がただ幸いなことに、やった、仙人に対して問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ。どれ？ゆこあきが言ってた場所はこの辺りだと思うんだ。ここ一帯に、お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。あ、見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに先霊がいるぞ。完全懲悪、神器を通すよ。おそらく我らが探している。本当か？見ろよ。しかもよく見ると、これは本物の。下に降りるには、よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じ、じゃ、
けまい。動くべきだ。歌よ認識となれ。入れよ。お前の出番だぜ。侵入者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。魂よ命ずる。はい。この剣はわかるかい。律令に従え。いつ装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。はっ、魂よ。はっ、お前の出番だぜ。一人守衛装置を壊す必要がある。違う気がするぞ。近くで観察してみよう。
この剣はわかるかい？歌よ錦さん。律令に従え。ガンポーギュー鬼の狂気乱舞。オラオラオラ。よっ、お前の出番だぜ。あれ、どりゃ砕きやがれ。メーズル、活性化されていない浮上の石が宙に浮上の石がかそうだったのか。我の師匠は雑談、興味のない内容の方が多かったが、あ、ふと、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたら、でも案ずるな。でも心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。我を？そうだぞ。重いものを運ぶときは。そうなのか。ならば気をつけるとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。追いつけまい。いい天気だ。今場日は寄贈の鬼カブトムシを特訓させねえとな。なんてことだ。神よ、
僕はあれほど巨大な石。仙人様、体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に。この名家浮上石には我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけでは。我はこの石の進化くん。それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけた。しかし一つ訂正させてください。ひひ正直なところ予想外のことが。今日はお疲れでしょう。それでは進化くん、さっきここに到着した時。そう、反応が薄いな。もしオイラが誰かにパイモス。以前我も似たような称賛を浴びたことが。その者たちは我を仙人と呼び。でも仙人。しかし我はそうでは。深刻？何でもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ。大丈夫か？心配は無用だ。ダメだぞ。もしお腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理。わかった。あん。そうだ。ほらよ。じゃ。ご宿泊ですか。軍玉閣の際だから今日。片方はまどうぞ。それじゃあ神格が先。ついでに後で神格にも。いや、ならば何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって竜王釈放神君じゃないか。行ってみようぜ。よっと。神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。それは当然。リーユエコーで長年生活するカーンを除けば。そうだったのか。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし。きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。お前は気づいてたのか。っていうことは知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。わらわと神格の出会いはとある。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして六歳。なんだか。わらわが到着した時、すでにあの子があのような危機を耐え、わらわがその魔物。つまりもし竜音釈子。いや、それでも神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格。おそらくわら、しかしある日さ、赤ひもで。
この広大な世で出会ったのもある種の縁。なるほど。じゃあ行幸はもしかの、神格は仙人じゃなくて、我のことはもう師匠から、えど、主らが戻ってから何かあったの。その上なぜなら師匠はいいわ。それにしかし、主らは我を仙人だと思いながら、これにはわ、オイラたち本物じゃ。承知した。あう、でもその名家不条意し、そうだ、神格、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら、一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。縛られてるな。それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブ、北斗もいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、浮上の石のよう、その後の作業は。ヤコブンさん、新しい、少々お待ちください。再建作業が順調に進んでいるのも、あなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃって。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家不浄石を手に入れたから。それを、名家不浄石は貴重なものだ。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユエの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格。そう、かしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができ。おお、なら三人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか。いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼女の力になれればそれでいい。それなら一つ、行幸さんが定めてお互い競い合う。おお、一番困難で、そうだろう。はい。そのような方法が。
よし、なら革新の政策は D ユエコーに戻って関宝鉄器の翔さんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針、それじゃ私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、実は今、おお、父が民間の伝承をもとに劇の名を新お前たちか。翔さん、お疲れさ。ああ、それはもちろん。申し遅れました。私は運金。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、運金すまんすまん。で、千金。ただいや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか。なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ、行幸様は前回天鉱山。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだ。すまんが、それについては力に。もちろん、ただの噂にすぎ。天鉱山、そういえば真の壁下天鉱山の環境は、そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう、早速出発しましょう。幼い頃、父と一緒に天鉱山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。真如壁漢の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。猛々たる梵煙と運金がもうすぐやる劇、その真如壁漢って。ええ、これはと栄養、これは天鉱山における最初の。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかし、ある外で薬草を取っていた妻は、魔物はとても傲慢。しかし、その誰の子供を魔物に捧げるか。その少女、少女は仏間の剣。その後、少女は優れた病病たるこの世、晴れゆく霧。これが真如壁漢の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、もろ手を挙げて称賛するのは。そのように考えたことはありま。劇を創作する際、その立この劇を父が書いたとき。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。うんうん、いい話を聞いたら、なんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。
よっと。簡単に手にできるものに意味なんざねえ。俺様は菓子一つでさえモラを使わず正々堂々と勝ち取ってくるのさ。やっ、先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。おお、本当に人がいる。運賃の見間違いじゃなかったみたいだな。あれ、聞こ、すみません、通りすがりのものですが聞かせ。村で手がかりを探すしかなさそうだな。新閣、恩金、探してみようぜ。すまない、先に行っていてくれ。我は彼と話がしたい。良いか、明春爺よ。お前、新閣だ。新閣。すまない、この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。え、このおじさんと神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では、あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。ああ、そうっぽいな。じゃあ、翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。へえ。魔人の残骸、村の変化、そしてもしかすると神女壁画、時期的にも一致しますので、おそらく間違いないかと。他のところも確認してみましょう。追いつけない、砕きやがれ。これは、神格さん、あの方はもしかして劇に登場する。よく考えてみますと、彼女と会話するとき、そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは。
父が書いた真如壁巻には、はぁ、一通り回ってみたけど非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。どうやら夕方に天候山の南にある、よし、もう1年前ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の仙女の物語を聞いた。俺は毎年。なぜ謝る必要がある？愛する者のためならば。その、あいつのことをまだ憎んでいるのか？それはわからぬ。我は孤独であだなす者。それゆえ、師匠の赤紐によって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても、いそうか。新角戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら、見ろよ、新角。これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか。ならば早速向かうとしよう。あ、新角さん。一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた手記を村の中で見つけました。真如壁巻には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように、己を顧みず、人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も、同じ気持ちのままでいれるかは、わからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることは、ありません。私から見て、あなたはすでに変わりつつあるように思います。ただ、それに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。新角、運気、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。